ンネル。はい、ということで今回は内定承諾後に気をつけてほしいことということで、まあ承諾後に限らず内定もらった後ですかね、気をつけましょうというところです。内定をもらった際その後の基本的フロー見ていきましょうということで、スクショで保存してねって台本に書いてあるんでフリップ出しております。内定をもらった後の基本的フローと注意点ということで、面接を終えたら1つ目、内定通知を受け取る準備、2つ目、条件の再確認、入社諾否の意思表示、そして3つ目が内定式や内定者懇親会の出席と。ここで注意点としては、内定通知が受け取れない設定になっていないか、まあ、これ要はメールだったりですかね。2つ目が内定承諾書など必要書類の期日をしっかり守ることと。一般的にはいついつまでに承諾してねとか、内定通知の受諾するかどうかの期限いつまでだよというふうに区切られているケースが多いと思いますので、その期日をしっかり守ると。この2点ですね。必要な手続き関連には全て期日存在してますので、内定に限らずですけど、忘れててね、返答し忘れててもらったはずの内定が消えちゃったとかないようにですね、気をつけてください。フリップの3番の内定者の式とか内定者懇親会、懇親会、はい、っていうのは、はい、どんなことを話したり聞いたりしたり、なんか準備したりすることってあったりするんですかね。会社によりだと思いますけど、うん、今まで関わった人事以外の社員の方出てくるとかだったら、うん、こういうこと聞きたいなとか、気になってることをまとめていくとかがいいかもしれないですね、うん、質問準備して、はい、参加しないことでなんか今後に影響とかって出ちゃうんですかね。毎度毎度出欠連絡してねって送ってて、欠席がずっと続いてる内定者はめっちゃ不安になりますけど、ね、あーなるほど。結構これあるあるですよ、多分人事の皆さんすごい頷いてくれると思いますけど、結構月1とかで2ヶ月に1回とかで開催して、ゼミかぶってますとか部活バイトかぶってますとか、たまに欠席あるのは普通だと思うんですけど、なんか何回誘ってもこやつ欠席だなみたいな、昔島袋とかそのタイプだったんですけど、でもしっかりいらっしゃいます、ね、1回も来なかったですね彼は懇親会で。僕は結構こいつは入社してこないんじゃないかと思ってたんですけど、普通にちゃんと内定式に入社してきてて、ね、っていうパターンもありますけど。なるほど、懇親をしたくないよっていうタイプもいるってことですね。いや、なんか忙しかったらしいです。忙しくても2、3ヶ月に1回 2、3 時間来れないとか、まあ、どんだけ忙しいんだよ、トランプ大統領間違いない。参加した方がね、同期の顔も覚えられますし、雰囲気も分かると思いますし、そういったところで雰囲気とか人柄見て配属どこにしようかっていうところも参考にしたりはしてるので、こちらとしては、ぜひ積極的に出ていただきたいんじゃないですかね。僕は、まあ、社名は出せないですけど、はい、大手の子会社の広告代理店だったんですけど、内定者懇親会にぶっちゃけあんま行く気なかったんですけど行ったんですよ。そしたらやっぱ子会社っていうのもあって、本体の落ちた組がやっぱいるんで、なんかね、その雰囲気見てもし僕が行くかどうか迷ってたら、ちょっと行かない方に触れちゃうなって思ったんですね、その時。なるほど。最初から行けないのに懇親会行った僕もあれなんですけど、意外とちょっとやばい、同期レベル低いかもって思って行く気なくなっちゃうケースもあるんで、はい、そういう意味でも懇親会行った方がいいかもしれないですね、うん、そこも悩ましいところですよね、正直ね。子会社の広告代理店だから、はい、落ちたからいるみたいな人がいるわけですよ。俺 ADK の面接5時まで行ったぜみたいなマウントじゃないけど、これダサいなこれと思って、はいはいはい、逆パターンもあるかもしれないですね。なんか行ってみて、つわものだらけだったらここでやっていけるかなと思いますけど、なんか意外とそうでもなそうな人たちだったら、うん、あ、この同期とかの中だったらトップ取れて、なんかすごい上上がりやすいんじゃないかなみたいな、そういうしたたかさ持つ人もいそうって言ってますけどね。強者ばっかりだったら僕は、あ、こんな人たちに混ざったらなんか嬉しいって思っちゃってますよね。次、承諾後に気をつけるべきことというところで、次、内定通知も受け取って承諾書も出した後で油断できないよという気をつけるべきことについてお話ししていきます。まず極力しない方がいいんですけど、承諾後の事態する場合ですね、理論上承諾後でも事態は可能なんですけれども、まあ、採用する側もそれなりのコスト出して内定出して、でご自身も承諾というふうにはなっているわけなので、ある程度のマナーですね、一旦結んだ約束をちょっと破るっていう形にはどうしてもなってしまいますので、別の動画で取り上げてますんで、そちら見てみてください。概要欄に貼っておきます。あとは内定もらって承諾もしてるけど、ひょんなことから取り消しになってしまいますよというパターンも存在するようでして、フリップ見ていきましょう。内定取り消しになってしまった事例ということで、1つ目、単位が足りず留年してしまった、まあそれはそうですね。次、承諾書など必要書類に提出が間に合わなかった、まあ、期限守ろうよとかですね。3つ目、入社条件である資格が取れなかった、たまに聞きますね、これも。入社までにこの資格取っとかないといけないよとか。4番目が健康状態が悪化してしまった。5番目 SNS に不適切な投稿し見つかってしまった。6番目、経歴や学歴の授業部分に虚偽があったことが判明した。全部ダメです。一番引く身近は1ですかね。悲しいながら当社の内定者も例年ごくわずかな人数ですけど出ますね。半年ちゃんと待ってくれるっていうところの方がよく聞きますけどね。
あ、待ってました。なのでこれ今日今撮影11月2日なんですけど、10月1日に6名ほど入社してきました。あ、6名もいらっしゃるんです。あ、でもそのうち一定人数は海外大学卒業で10月入社なんですけど、その正当に10月入社してくる人たちの横でなんかこう肩身狭そうに、すいませんでした、レッツ出ますみたいな感じでつつましく入ってくる人間が何人かいます。なるほど。こんな大事なところを決めきれないやつ多分仕事できないんじゃないかと思ってます。そのもう一末の不安はありながらも貸し1だかんな頑張れよみたいな感じで、はい、ね、本来だったら消してるからねなんかっていうのすんごい頑張ってます今。袖振り合うも多少の縁というテーマですね。この動画も上がってますけれども、思いもやらぬ出来事に内定取り消しになってしまったという事例をご紹介しておりましたが、特に SNS ですね、これ結構ちょこちょこ聞きますねSNS はもう完全匿名の方がいいですよ。結構過去 Twitter とかでも俺実名で商社マンだぜみたいなやつが、はいはい、どん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 伸びて最後勝者にバレてなんか首かなんかになって、そのアカウントがなんかもう化石になってるみたいな。カボートさんが SNS で見つけたら一発アウトだなって思うような内容とかは、僕は結構自分の部下が仕事つらいとか仕事大変とかつぶやいてたら、いやお前これパブリックなもんだぞと、見る人が見たらお前仕事来なくなるよとって消させたことはあります。で僕は自分の直属にはそうやって SNS でなんかこうネガティブなこと書くなと、特に仕事に関してっていうのは言ってて、はい、ただまあ山本が雇ってるインターンがうんこ漏れたみたいなことをツイートしててそこまではもうちょっと僕面倒見きれないなと思ってただ山本もそれ見て、あ、下品なことを投稿すると自分にダメージが来ると、聞いたその先の株元にダメージが来るんだってことを分かったらしいので、はい、文字通りね、そこまでは尻拭いてもらえないやと。あー、うまい。本当法律反するとかね、そのあたりはもう内定どうこうね関係なく人としてダメですからね、うん、内定もらったから入社確定というわけではありませんので、はい、まあ、本当にね、壁に耳あり障子に耳あり、ツイッターがバカ発見機と言われるように何があるか分かりませんので、人事の人多分熊谷さんが直接やられてるか分かんないですけど、はい、DIM だったら DIM で誰かしらめっちゃエゴさしてると思うんで、いやーしてる、見つかるんですよ。僕も株元の元を元気の元にした株元とか、ストックさんの英語カタカナとかありとあらゆるエゴサをしておりますので、してるんだ、エゴサが一番情報がリアルな情報が入るので、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。